命の炎は一瞬なれど、ひらめき絶えぬは真白のプラチナ、人の舞台は一瞬なれど、ドアに津軽は王者の舞台、フラウプラティーン、幸代明、神なき舞台に王者の光を。敵の声が聞こえる、意味なくものを振り払え、湧き立つきらめきを胸にたぐり寄せ、今与えよう見守るな。よくも京子先生、この度はシークフェルト音楽学院へようこそ。シークフェルトの圧倒的なスケール見せてあげて。わかりました。先生どこへ。我がシークフェルト音楽学院は知っての通り、日本の舞台芸術学校の頂点となるべく設立された。その中でも私はエーデルのフラウプラティーンであり生徒会長だ。妥協は一切許さない。東京の旅行会社のイケイケお姉さんに半ば強引に連れてこられてな。ここまで来たんや。花やぎの代打に私を指名した罪重いぞ。まあそんな怖い顔せんでもええやん。しかし他校を訪ねてきて人の稽古場に勝手に入るとは言語道断。今すぐここから降りろ。ええやん。さっきの雪代はんの歌聴いとったら体が動きたい言うてるんや。何？今日もクラッシュするで。道場破りを挑まれているのか。私は面白い。挑む者たちへ冒険の終わりを告げよ。その燃える魂私に抗うことはできぬ。君ほどのオーラを背負った者がどんなことをするのか楽しみにしていたのだが、共にセッションできなくて残念だ。申し訳ありません。学校の頂点に立つ者として私とは考え方が違うようだ。それはそれで学びとなった。今日は見学ありがとうございました。また会える日を楽しみにしている。ごきげんよう。ごきげんよう。ありがとうございました。ではまた。これはまさか。これって確かキリンってなん？動物園？トワイライトシアター？聞いたことないわ。敵に力を貸すなどしたくもないが、弱い青鸞など見たくない。誰と戦いというのです。こんなもん見せられたら体がうずいて入れたくなるわ。アラミスを演じるほど仲間になりたいとは思えなかった。よって私はお前たちを倒す。振り上げろ白き空。